小林千秋のブルーモノローグ。皆さんこんばんは、小林千秋です。今週末、まあもう明日ですね、これを最速で聞いている方的には明日明後日と東京ゲームショーが開催されるというわけで、まあもう本当この日本を代表する、まあ、ゲームコンテンツ系のまあ一番大きなイベントといっても差し支えない催しなんですけど、この僕もまあこのイベントだからってわけじゃなく、本当この夏あたりからまあやりたいタイトルがどしどし出てきたっていうのもって、結構ね休日とかゲーム三昧なんですけど、まあそれこそもうまあ、テレビゲームじゃなくても、まあ、麻雀だとかね、前々から言ってるとか、ボードゲームとか、まあ、カードゲームも含めていろいろやってはいるものの、最近は黒神話悟空で、まあこの PS5 から出てるまあ悟空が、まあ、厳密には悟空じゃないんですけど、孫悟空ですね、その西遊記とかで有名なが主人公となって戦っていくアクション RPG かな、ジャンル的にはすごいオープンワールドの世界を、まあ、縦横無尽に駆け巡れるんですけど、このねなんか悟空なんでいろんなものにこの変身できたりとかもできて、あとはもう均等に乗って空飛ぶとか、この自由度の高さプラスアクション性の他のゲームにはない要素っていうのがめちゃくちゃ魅力的で、僕もめちゃくちゃ遊んでるんですけど、あとはアストロボットね、なんかアストロボットプレイヤーズみたいな、もともと多分 PS4 か4も、まあ5はもちろんなんですけど4にも入ってたかなとかにも、この最初から入ってるタイトルで買ったら入ってるタイトルなので、まあ、みんなほんとすぐ遊べるゲームなんですけど、これがね超絶出来良くて、その無料のタイトルがまずね無料でできるのに、まあほんとソニーなんですけど作ってるところ、ソニーのほんと集大成とも言っていいぐらいこのゲーム技術というか面白さが詰め込まれてて、そのプレイアーツの方もめちゃくちゃプレイルームの方も楽しませてもらってたんですけど、今回その2024年の9月6日かな、だから割と今月に出たばっかりなんですけど、めちゃくちゃ面白くて、それもアクションものなんだけど、なんかよりこの子供からおじいちゃんおばあちゃんまで遊べるような可愛らしくて簡単なアクションなんだけど、めちゃくちゃこの仕掛けとか工夫が施されてて面白いっていうゲームなんで、ぜひちょっとね両タイトルとも、まあ、アクションではあるし全然違うこの2つではあるんですけど、まだっていう方はプレイしていただきたいですね。あとね若井道誠の事件簿っていう、これは最近出たゲームではないんですけど、まあ、スイッチでダウンロードできるゲームで、まあ、割とこの、まあ、マイナーゲームというか、多分1000円2000円とかでこうダウンロードできるゲームなんですけど、ドット絵の結構古き良き雰囲気の中でミステリーを解いていくって、しかもそのミステリーも難しい内容じゃなくて、ちゃんとこの指示に従って解いていけば、まあ本当に小学生でもクリアできるようなやつなんですけど、多分1本あたり1時間半から2時間あればクリアできる内容で、なんか1個終わると本当に1作の映画、ミステリー映画見終わったような読後感というか、まあ小説、ミステリー小説読み終わったような読後感とか、映画見終わった後のなんかね、なんかこのミステリーの終わった後のこの爽快なような、ちょっとモヤモヤ残るような、なんかね不思議な感情のまま終われるので、これもぜひね、アクションが苦手っていう方はねこちらやっていただければなと思うぐらい、まあ、東京ゲームショーが近いっていうこともあり、僕もゲーム三昧な毎日を過ごしていますが、皆さんはどうお過ごしでしょうか。まだねどうなんだろうね、さすがに暑くないかな、なんでもし外暑くてちょっとアウトドアしたくないよって方は、お家の中でこういったゲームを楽しんでみるのもいいかもしれません。というわけで、実況や感想はハッシュタグブルーログをつけてポストしてください。それでは小林千秋のブルーモノログ、最後までよろしくお願いします。小林千秋のブルーモノログ。改めまして、こんばんは、小林千秋です。気づけばね9月も終わりなので、まあもうさすがに暑さがもうなければいいなとは今のところ願いつつですが、もしかしたら今年はまだ半袖の時期が
もうちょい続くかもしれないですね。まあとはいえ、まあ9月なんでね、秋服とかもね、そろそろ引っ張り出したいとは思いますけど、はい。まあ、シルバーウィークもあった9月なんで、まあ、東京ゲームショウはまあそのビジネスデーとか含めたらもう始まってるとは思うんですけど、いろいろね、学習院大学とかもそうですけど、9月イベント参加してくださった方もね、ありがとうございます。まあ、他にもね、ライブあったりとか、その僕が出てるやつじゃなくてね、いろいろなアーティストさんのライブとかもこの9月にあるとね、いっぱい、始まってると思うんで、まあイベント続きで疲れたと思うんで、10月はねちょっと穏やかに過ごすっていうのもいいかもしれませんね。じゃあ早速1通目、カンバからいただきました。ありがとうございます。千秋くん、こんばんは。こんばんは。本日大学の前期成績開示の日でした。なんと落胆ゼロでした。おめでとうございます。お疲れ様です。数学系の講義が落胆の危機でしたが、なんとか回避することができました。ただ高校までのようにいい成績ではなかったことは残念でした。高校まではいい成績だったんだ。高校までは出席率、授業態度も成績に影響する割合が高かったのですが、大学は成績の半分以上がレポートや試験の結果で、気持ちだけではどうにもならないなと思いました。確かにね。後期は受けたかった講義がいくつかあるので、より気合を入れて勉強し、前期よりいい評価を取れるようにしたいです。定期報告です。ほうれん草ですね。ありがとうございます。まあこれはね、難しいものですね。まあ高校までは確かに授業態度ちゃんと聞いてるかとか、死語しないでねノート取ってるかとか、まあそういう提出物とかもね含めて、成績内申票に響いてたりとかしてましたけど、まあ大学になるとまたちょっと変わってきますからね。とはいえ、まあ大学になったらこのレポートとか、まあ試験の結果っていうのはあるんですけど、社会人になるとね、まあもちろんこの試験の結果というか仕事の結果成果っていうのはもちろん大事なんですけど、やっぱりコミュニケーションとかこの態度っていうものがより大事になるかなと思うので、このカンバの高校までの生き方っていうのは社会人になってからすごく大事になってくると思うんで、まあ大学はね結構結果が求められると思いますけど、まあ社会人になってももちろん結果は当たり前のようには求められるんだけども、それプラスやっぱりこの態度っていうのはすごく加点してもらえると思うので、ぜひ待ってます、社会で。はい、あとじゃあ後期も頑張ってください。では続きまして、7からいただきました。ありがとうございます。私は9月で26歳になります。お、じゃあもうなってるかもしれないね。おめでとうございます。幼い頃思い描いていた26歳はとても大人で、そんな大人に当たり前になれると思ってました。ですが今の私はまだまだ子供で、26歳には追いつけていないと感じます。今でもぬいぐるみに話しかけたり、なんとなく横断歩道の白い部分を歩きたいし、ふとプリキュアに選ばれたいなと考えていることもあります。笑い。さすがに現実とファンタジーの区別はついているし、人目も気にします。ですが無意識なので、急に我に返った時にこのままではまずいと焦ります。このまま年を重ねていくのかと思うと不安です。千秋さんはついしてしまう子供っぽいことはありますか？ありがとうございます。まあ、僕個人の考えを言うとすると、全然このままでいいと思うけどね。全然よね。てかこのエンタメ業界というかさ、まあ、声優ラジオとかの界隈、大人いないもんね、言ったら。いい意味でね、そのちゃんともちろんしてるよ、してるけど、社会人としてのマナーもあるけど、子供心というかこういう遊び心がないとやっていけない業界ではあるので、いやすごく大事ですね。あとはこの大人になった後もこの子供の心が分かるっていうのは、そのまあ社会にこの大事っていうのもそうだし、実際に子供ができた時にも無理に大人の考えを押し付けずに、あ、それ私もそうだから分かるっていうね気持ちが分かるので、全然このままでいいと思うし、いや全然なんなら俺の方が子供だし運じゃないよまあそうだよね、岩月さんもね。だからてか、まあ7は多分女性だと思うんだけど、男なんてもう余裕でだよね、70でもそうだよ全然。いやマジで新しいこの将棋の駒欲しいわってみんな言ってるもんね。7なんて全然大人に思えちゃうぐらい普段から子供のことやってるんで、ついしてしまう子供っぽいことなんて無限にあるもんね。ちょっとしたことで遊びたくなるし、新幹線乗ったらね、窓の外見てちっちゃい忍者作ったりするもんね
全然するよね俺だってこの観葉植物使ってるけど話しかけたりするし、ほんと全然変なことじゃないし、このままでいいと思います。まあもちろんね、この本人が書いてるようにこの現実とファンタジーの区別ついてて、この人目も気にするっていうのは、まあそれはマナーがあるってことなんで大事なんですけど、このわきまえてやるっていうのは大事なんですけど、まあ、それさえ分かってればもう別にプリキュアに憧れようが仮面ライダーに憧れようが全然いいと思います。むしろそういう大人たちがいるからこそこの業界も成り立ってるし、うん、なのでウェルカムです、ウェルカム、子供の心。だから猛烈大人帝国とかさ、やっぱ泣けるけど、それ以上にやっぱもうあんな洗脳されなくても、あ、行きたいなと思うもんね。俺らが子供の頃に流行ったやつとかのやったらね、あ、洗脳しなくても普通に楽しみに行きますけどっていうね、なるぐらいやっぱ子供なので、もうウェルカムです。よろしくお願いしますよ。はい、ありがとうございます。でもブルログ聞いてる人なんて大抵そうでしょ、もう俺のその話がそうなんだからね、ありがとうございますね、いつも。紹介はここまでとなります。皆さんたくさんのメールありがとうございました。小林千秋のブルーモノローグ。続いてはこちらのコーナーをお送りします。マンスリーテーマ。はい、こちらのコーナーは僕がリスナーの皆さんに聞いてみたいことをテーマとして1ヶ月にわたってメールを募集し、たっぷり紹介していくコーナーです。今回はですね、宿泊にまつわる話を募集していました。まあ、僕がね、新しい家に引っ越してから初めて友達を招き入れてそのまま泊まらせるっていうね、まあ、泊まらせるというか勝手にあいつらが泊まったんですけどっていうことがあったんで、それにまつわる話をね、まあ、募集してみようじゃないかということで今回開いたマンスリーテーマなんですが、まずは1つ目、ふちゃんからいただきました。ありがとうございます。私が旅行する時のホテル選びでこだわるのが朝食ビュッフェがあるか、そしてそれが美味しそうかどうかです。旅行では美味しいご当地グルメをたくさん食べたいけど、行ける場所も時間も胃袋も限られているのが現実です。ただ地方のホテルの朝食ビュッフェはそのご当地グルメも楽しめるところが結構あります。いろいろなご当地グルメを少しずつ楽しめるのでお得感もありますし、そこで気に入ったものをその日のお昼にちゃんとしたお店で食べたり、お土産屋で買ったりと、見解が広がる感じもして好きです。ただ朝からいろいろ食べ過ぎてなかなかお昼ご飯の時間になってもお腹が空かなかったりするので食べ過ぎには要注意です。ありがとうございます。まあ確かにね、僕も大事にしてますね、この旅行する時とか一泊とか弾丸で行く時とかもホテル選びというか、イベントとかで名古屋行ったりすると朝食にこの小倉トースト出たりね、それだけでもやっぱ嬉しいし、食べに行かなくてもあこういうのとかとかねあるから、これはすごくわかりますね。そうね、食べ過ぎたらお昼ご飯ね入らないとかあるけど、でもそのためにやっぱホテルのさ朝食ビュッフェって結構早い時間からやってるじゃん、7時から9時とか9時半とかまでやってるんで、で普段ねせっかく旅行行ってるんだから、まあほんとギリギリまで寝て、でも30分とか1時間ぐらい前に、まあ、昼食ビュッフェ行ければいいやとは思うんだけど、もしねもう7時に起きてさっと行って食べればもうお昼に着く頃にはもう結構経ってるわけですから、 5、6時間、だんだんお腹空いてくるからお昼行けるっていうのはあると思うんで、旅行した時にこそ早起きするっていうのはね大事かもしれないですね、食のためになら。でも俺もその静岡行ったって弾丸で行ったって言ってたけど、まあやっぱ爽やか食べたらさすがにお腹入んなかったけど、敷地の中にもそれこそこの生姜焼きが名物であったり、名物メニューで食べられたりとか、あとはそのまあ静岡なので海鮮があってね、海鮮丼だとか、まあ生しらす丼は僕が行った時間はもうさすがに出てなかったですけどとかね、いろいろあったんで、まあもう一泊できればとか、そうね、いろいろ胃袋広がって食べれたらなとは思いましたけど、やっぱねこの一度に無理に堪能しなくてもね、また行く楽しみがあるっていうのはそれはそれでおつな考え方かなと思いますんで、では続きまして、関西のサキからいただきました。ありがとうございます。私はよく遠征や出張でホテルに泊まることが多いのですが、その際に必ずやるルーティーンがあります。それはホテルに着いたらすぐ持ってきたものを全て出して自分が決めた位置に配置することです。スーツケースの位置決めから始まり、
洗面用具や化粧品、明日の服など全てをスーツケースから取り出して自分が決めた位置に配置します。友人と泊まりに来ている時も、私は右側を使うから〇〇は左側の広いところ使ってなどの声掛けをしつつ、入室してから数分でホテルを自分の部屋に作り変えます。というのも、私は効率中なところがあり、何かをするたびにいちいちスーツケースを開けて取り出すという工程を踏みたくないのです。千秋くんは宿泊するとき必ずやるルーティンありますか？ありがとうございます。まあ分からなくもないね。僕もそのまあ化粧水とかさ、乳液とか持っていくときはもう洗面台に出しておくし、忘れないようにとか、まあ他にはなんだろう、まあでもパジャマとか持っていくときはそのパジャマをこの椅子にかけておくとか、それこそ寝る前にはもう、僕は結構その朝食ビュッフェとかない場合はもう限界ギリギリまで寝たい派なんで、もう夜寝る前に明日の服装とかをここに置いといてみたいなことはしたりしますね。もう自分のその日に着ていた服はもうスーツケースにしまってみたいな。確かに僕もちょっと効率優先するところはあるので、これは分かりますけど、ルーティーンってほどはないかな。あ、でも僕その光が入あるとマジで眠れないんで、あの光が入らないかどうかのチェックは入念にしますね。その隙間、やっぱ自分の家じゃないんで、このカーテンのレールとかも分かんないわけじゃないですか。特に夜に到着したりすると、これこっから日の光入るかもしれないとかあると嫌なんで、まあ、ちょっとこう電話とかティッシュとかちょっと動かして光が入らないようにちょっと調整したりとか、上のこのレールの部分調節したりとかして、なるべく光入らないようにはしますね。まあそれでもこう入るときはもう夜中にうーってこのアイマスクしたりして寝るようにはしますけど、基本的にはその日差しが入らないようにするっていうのはルーティンであるかもしれません。ありがとうございます。では続きまして、チロルからいただきました。ありがとうございます。私の地元は離島なので、学生時代の修学旅行や部活の遠征は約10時間かけて船で本州に行くため、ほぼ船で一泊していましたよ。大変だね。私は酔いやすい体質なので極力客室から出ず過ごしていましたが、友人や部活仲間と時間も気にせずホテル以外で寝泊まりしたのは珍しくて面白いいい体験だったなと思います。千秋くんは船に泊まったことはありますか？ありません。ありがとうございます。ないですね、やっぱり。なかなかね、船泊まるってまあその世界一周旅行のね豪華客船乗ってるとかじゃない限り、このレベルの離島もね、まあ、あるっちゃあるんだろうけど、なかなか難しいでしょうね。沖ノ島とか遠いのかな。いや僕寝れる気しないな。まあ逆に揺れてるから寝れるのか分かんないけど、だってまあどうしてもその本当にさっき言ったこの豪華客船でもない限り、まあ、雑魚寝になるわけじゃないですか。まあ、個室なのかな今。個室あります？ああ本当。まあそのカプセルホテルみたいな、その近すぎてもやっぱ僕は気になっちゃったりするので、本当にその一室一室ホグワーツのさ電車ぐらい本当ちゃんとこの分けられてたらいいんですけど、船どうなんだろうなっていうのは思っちゃうんですけど、まだまあ少なくとも雑魚寝じゃないならね、ちょっと僕は安心してある程度寝れるかもしれないんですけど、それでもやっぱちょっとね寝づらいかなと思っちゃいますね。のぞみからいただきました。ありがとうございます。私はホテルの客室清掃の仕事をしてたことがあり、その職業病なのか、ベッド周りはもちろんバスルームなどのソープの置き方やアメニティの置き方、種類が気になりどうしても細かく見てしまいます。今は違う仕事をしていますが、ホテルに泊まるとどうしても気になってしまいます。またベッドをきれいに直して部屋を出る方がいますが、あえてそのままの方が客室清掃側にはありがたいです。そうなんだね。またたまにメモ用紙にお礼の文章が書いてあるときは本当にやりがいがありました。千秋くんはホテルに泊まるときアメニティは持ち帰る派ですか？ありがとうございます。持ち帰らないかな。まあそうね、さっき言ったみたいに結構化粧水とかは自分のものを持ってくっていうのもあるし、そうね、歯磨き粉とか歯ブラシもまあ申し訳ないですけども使ったらもうそのまんまで、まあ、コップに入れたりして、そのまんまにしておきますけど、そうか、まあ
そこまで直しはしないですけど、ちょっとシーツこの寝返りしてこう乱れてたなとかちょっと直そうとしてましたけど、あんまり直しすぎるのは良くないというか、こう片付けるときに面倒っていうのあるんですね。まあ、なんか食器片付けるときにね、無理にこの置いたりお盆の上に置いたりしないでみたいなね、その方が面倒みたいな、ちょっとこのサービス業側のあるあるなのかもしれないですけど、そうなんだね。まあこれはもう特殊なあるあるというか、もう働いてるからこその観点ですね、僕らにはない。ではもう一通、ゆきなからいただきました、ありがとうございます。私は大学生時代、女友達と2人で広島へ旅行に行ったのですが、多いですね。ホテルに着き部屋に入ると、そこには大きなダブルベッドが。ツインとダブルを間違えて予約していたんです。あ、あるあるですね。仲のいい女同士、特に問題はなかったのでそのまま一緒に寝たのですが、私はダブルベッドで寝るのが初めてで、相手との近さや聞こえる息遣い、寝返りした時に伝わってくる振動など、ドギマギしながらあまりよく眠れなかったことを思い出します。何も始まらなかったね、うん、始まりそうなね、ドキドキしたって感じですけど、それからホテルを予約する際はツインとダブルを間違えないように気をつけています、ありがとうございます。まあ、確かに一瞬ね、ツインとダブルってちょっとさ似た単語じゃん。まあ、だからね、ダブルベッドをあんま使ったことないとか、いつもその家で寝てる時はまあ敷布団で直で寝てる、ベッド使ってないって方からしたらあんまね、どっちも耳なじみないから普通に予約しちゃうけど、これはね罠ですね。まあまあまあ、これはね友達同士だったからよかったけど、僕もでも一回ありましたよ。その声優友達と、その子がラブライブすごい好きで、でラブライブ好きだからさ、聖地沼津行こうよって言われて、まあ、僕もう本当に新人時代に、まあ、全然仕事もなくて暇だったんで一緒に行ったんですけど、その友達と結構その聖地巡礼してる時に、まあある程度夜ご飯とかも足して食べて、今日遅いからさここ泊まろうよみたいな、何の気なしに普通にホテルに、まあビジネスホテルにその当日予約して入ったら、まあ、ダブルベッドで男2人で横になって、沼津の夜ですよ。何があったんだろうね、何もない。じゃあラスト1通かな。スターブライトモノローグからいただきました。こちらですが、海外出張することもそこそこあるのですが、1回だけやらかしてしまったのが電圧問題です。ああ、これは海外あるあるですね。海外はプラグの形も違えば電圧も違い、イギリスに行った時にうっかり変圧器を通さずに海外非対応の電源タップを挿したら本当にバチンと火花が出て壊れました。ショックだね。軽音でもこんなシーンありましたが、現実でやらかすとコンセントの方も壊れたので、正直にホテルの人に謝ると特に修理費など請求されずに済みました。ああ、よかったですね、ありがとうございます。なんかね、海外だと特にねそういうので厳しいイメージはあるから、普通にね弁償しろってなるかもしれないですけど、心よくあいいよって言ってくれたんですね、優しい。軽音劇場版かな、イギリス行ってたね、みんなね、ミオたちが。あー、そうだろうね、うん、もうみんな観光客あやっとるわって、もう、うん、もういいよって。もしかしたらそれ用にね、めちゃめちゃバチンに強いプラグ使ってるかもしれないしね、こっちは大丈夫なのよ実はっていう、壊れてないのよってね。いやでもこれはね、僕アメリカ行った時は変圧器一応買ったんですけど、ホテルは日本のやつそのままこの変換コードみたいについてて、日本のこのコード挿す時はここ使ってくださいみたいな、すごくこう便利にやってくれてたんでよかったんですけど、確かにこの自分個人でこう予約する普通のビジネスホテルとかに泊まるときは変圧器必要だと思うんで、これちょっと要チェックですね。でもヨドバシとかね、その家電量販店行くとめちゃくちゃ売ってるよね、この地域はこれ、中国だったらこれ、そう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 、なのでこれね、ぜひ海外行く方は気をつけなければいけないですね。といったところで今回ここまでとなります。でも意外とこの自分の家とかこの友達の家にお泊まりみたいな、そっちはなかったですね。基本的にやっぱホテル系というか、うん、とその家ではない外に泊まるっていうねパターンが多かったですが、というわけでたくさんのメールありがとうございました。それでは最後に次回のテーマを発表します。10月はですね、
ゲーム初体験というテーマで募集しようと思います、まあ、TGS 東京ゲームショーがあるっていうのもありますけど、僕がねゲームハマってるんですけど、やっぱこの最新令和最新のゲームってすごい綺麗なグラフィックと操作感大迫力でね、スマホでももうめちゃくちゃなすごいグラフィッククオリティでやれるゲームが増えてきたんですけど、そんな皆さんも初めて触ったゲームってもしかしたらゲームボーイかもしれないしファミコンかもしれないですけど、ここまで進化してなかったんじゃないかなって思うんで、皆さんの初ゲーム体験をね送っていただければなと思います。どんなゲームやったのと、まあ基本的にはこのデジタルゲームでこの募集してるんですけど、いやデジタルゲーム子供の頃にやった記憶ないなとか、うん、あんまりこれまでやったことないんだよなっていう方は、まああのアナログゲームでも大丈夫です。人生ゲームを初めてやった記憶ですねみたいな、そのゲームボーイとかファミコンとか出る前に人生ゲームばっかりやってきましたみたいなボードゲームとかでも全然 OK ですので、送っていただければなと思います。以上マンスリーテーマのコーナーでした。お送りしてきました小林千秋のブルーモノローグ、そろそろエンディングです。番組では皆さんからのお便りをお待ちしています。宛先は blue@joqr.net です。僕へのメッセージや質問、番組の感想のほか各コーナーへの投稿、そしてマンスリーテーマではゲーム初体験にまつわる話を募集しています。 YouTube の文化放送 A&G チャンネルではアーカイブを配信しています。放送後の翌週月曜日の19時に配信されますので何度でも楽しんじゃってください、その他の詳細は番組の公式 X でもお知らせしていますので、ぜひフォローと合わせてチェックお願いします。番組ハッシュタグはカタカナでブルログです。また番組新グッズのパスケースとチアゲアクリルキーホルダーが現在文化放送 A&G ショップで通販受付中ですので、ぜひこちらもご購入ください。最後に僕からのお知らせを、テレビアニメポケットモンスターにグルーシャ役で、負けヒロインが多すぎるに綾野美月役で、夜桜さんちの大作戦に青沼役で出演中ですが、もうそろそろまあ最終回を迎えたりなんかして、まあポケモンはね、まあエンドレスでまだまだやっていくかもしれないんですが、10月から改めて放送情報になります、テレビアニメ青の箱に笠原京役で、神選びシーズン2に京役で、魔法使いになれなかった女の子の話に京役で、そして青の身風呂に、斉藤はじめ役で出演させていただきます。まあそしてそうですね、イベント的には、来週はフリーレンの、イベント、あ違う、来週じゃない、もう今週か、もうこの土曜かな、日付変わって、なのでもう最速で聞いてる方的には翌日に早々のフリーレンの1周年記念イベントというか上映会かがあると思うので、ぜひこちらも来られる方は楽しんでいってください。よろしくお願いします。というわけで京マフに、まあ、行くっていう話はしてたんですけど、まだ実はねこの世界線では行っていないので、京都に行って果たして何ラーメンを食べているのかってね、ラーメン食べることは確定なんだけどね、とかね、ラーメンもそうだし、あとはサウナもね、去年の京マフは行けなかったのでちょっとリベンジしたいなとかも考えているので、京都話なんかも次回の、ブルログで話せたらなと思いますので、よろしくお願いします。では最後は今夜の挨拶でお別れです。ラジオネームういちゃんからいただきました。それではまた来週お会いしましょう。小林千秋でした。消しちゃいけないテキスト消しちゃって打つ。